これをここに入り口にやってると、これがベッドですね。早い、はい、もうねあっという間でした。社長にちょっと手伝ってもらいましたけど、ここね私165センチなんですけども、はい、余裕です。上も余ってるし下も余ってる状態で寝れます。皆さんこんにちは、カタリストレイラです。本日はステージ21さんのところへやってきております。そしてステージ21さんの下田社長です。下田の皆さん、はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。で、ね、下田社長には、いろいろさっきインタビューさせてもらっているので、そちらもねよかったらあの概要欄に貼っときますので、なんでステージ21さんがこんなに素敵な車を作るようになったのかという、ね、ヒストリーを伺っているので、よかったらそちらもどうぞご覧ください。はい、はい、で今回は、はい、新しい車ということで、そうですね、今までね、はい、ステージ21さんといえば軽キャン、軽自動車とコンパクトカーを中心に作ってましたね。作ってたのが、はい、今回、はい、お車ハイエースになってて、そうなんですよ、6型のハイエースで作ってるなって今思ったんですけど、はい、どうしたんですか。昔からハイエースは作んない作んないって言ったんですけどですよ、ね、言ってました、はい、やっぱりうち小さいのばっかりだからハイエースは作んないよって言ったんですけど、うん、結構お客様がね、なんでハイエースやってくんないのっていう声が実はすごく多くて、じゃあうち流でハイエースを作ろうかなって思ったのがこいつです。ああ、それね、はい、レギュラースが掟破りのハイエースって言ってます。あ、そうか、今まで掟では作っちゃいけないのに、そうなんです破って作っちゃうぞ。破っちゃいました。破っちゃいました、はい、ちなみにこのレグラスっていうのがね、はい、お名前は掟、まあ、みたいな。これが掟だったんですね。そうです。破ってノットついてないじゃないですか。ノットついてないどこにも。そうです。掟です。これからはこれも掟の中に入るよってことですね。はい、これもまあお客様の要望でね。いいですね、はい、やっぱり答えていくことがすごい大事ですね。そうですね、本当ですね。そうなんだ、はい、じゃあちょっと外観を、うん、はい、くるっと見させていただきたいと思います、はい、あの見ていただくと、これ母体の車両なんですか。ですね、ハイルーフのナローボディですね、はい、あ、ハイルーフのナローボディのハイエースを使ってらっしゃる、はい、GL ベースですか。 GL ですね、はいはい、なのでナローですので、ここがねそのままストンとしてて特に出っ張ってるところもないですし、結構ね、あの軽キャンとかはキャブコンになっててね、こう FRP とかでこう加工されてるんですけど、うん、これに関してはそのまま外観を作ってらっしゃるってことですね。そうですね、はい、そうですね。で、やっぱり屋根が高くなってます。はい、はい、でね、反対から見ていただいても、はい、こんな同じな感じです。で、一応ロゴの方なんですけど、ロゴはね、あの左側の正面についているのかなっていう形です、はい、あと屋根に、ベンチレーターつけて、ソーラーパネルも 180W1 枚貼ってます。おお、はい、あ、本当だ、ちょっと背伸びすると、はいはい、ちょっと高いから見にくいですけどね。はい、本当だ、ベンチレーターついてますね、はい、換気にすごい重要な、そうですね、はい、オプションなので、はい、いいですね。わー、これ選んだのはいろんなタイプあるじゃないですか、うん、ありますね。なんでこの標準タイプというかナローボディとハイルーフになさったんですか。実はあの、はい、皆さんに聞いて、はい、あ、聞いてもうバッチリですね。うちハイエースやろうと思うんだけどさ、うん、みたいな感じで、うんうん、何ベースにしたらいいってほとんどの業者さんこれって言いました。あ、そうなんだ。だからじゃあこの中で作ってみようかなと思いましたね。最初に聞いといたら一番いいですよね。そうですね、まあ、あのお客様に聞くとね、うんうん、いろんな意見多分出ちゃうんで、あ、業者さん、業者さんで聞いたんです。あ、そうなんだ、はい、お友達の業者さんにね。そうか、そうか、はいはいはい、じゃあもう信頼を受けますね。そうですね、それで一応この車種を選びました。わお、はい、じゃあちょっと中を拝見してってよろしいでしょうか、はい、教えてください。はい、開けていいですか。あ、どうぞどうぞ。オープン、デデデデーと。ちょっと暗いかな、大丈夫ですかね。はい、大丈夫ですね。これあの緑がすごい印象的。この車はちょっと緑バージョンにしてます、うん、なんか草原っぽい。こっちが茶色ですごい
シックな感じで、この家具も、ね、いいですね、結構ザラザラなんです、木目が。あ、本当だ、触った感じ、うん、あの木っぽい感じの。そうですね。でもあれですね、あの貼ってあるから、その直接こうなんかかかってもさっとこう拭いてあげると綺麗になるタイプですね。綺麗になっちゃいますね。で、床も同じような感じで貼ってありますね、はいはい。あのこれ、例のうちのスライドしてこうベッドになるタイプですね。あ、タイプですよね、はい、あ、そっかそっか。こっちをこれをここに入れることによって、はい、ここまでベッドになって、あ、ベッド展開140ですね。あ、こっちが幅140で、はい、こっちの長さは180ですね。180にします。それで実はね、この下なんですが、はい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 、この下に床暖房を入れてるんです。床暖房。床暖なかなかないですよ。聞いたことないでしょ、あんまり、うん、ないです。でこれね、カーボンフィルムの床暖房って言って、何ですか、最近なんですけど、はい、あのご家庭でね、はい、リビングなんかに床暖房をするっていうところが、はい、そのカーボンフィルムの床暖房を敷いて、このクッションフロア敷いてね、はいはい、で100ボルトとか200ボルトつなげると、はあ、そこは床暖房になっちゃうっていうのがあって、うちにも敷いてほしい。それを利用してます。すごい。じゃあ節電しながらできるカーボンの床暖が入ってるんですか。そうですね、実はね、これ、この車バッテリーちょっとお邪魔します、はい、105アンペアを2基入れてるんですよ、はいはいはい、2基、はい、そうするともし床暖房だけこの車につけるとすると、うん、14、15時間、持ちます。すごい、すごいでしょ。すごい、すごいでしょ。いや、14、15時間も持つんですか。で、ソーラー入ってるから、はい、充電しながらだと、そうですね、もっともっと長くいけちゃうと思いますね。うわー、すごい、はい、そんななんだ、だって足元あったかいって一番足元から冷えて寒くなっちゃうから。う、ね、このソーラーパネル、カーボンのソーラーパネルっていうのは、うんうん、遠赤外線を出すそうなんです。そうすると体の血液を温泉じゃないですか、温めてくれるんだって。すごい。だから体の中からポカポカになってくる。ちょっとうちに欲しい。うちに欲しいですけど。じゃあ家にハイエース1台ボンと置きますか。やば、入らないかもしれない。すごい、はい、そんな仕掛けなんですね。多分ね、これからキャンピングカーでこの床暖房って流行ると思いますよ。最先端ですね、はあ、流行ると思います。ぜひ皆さん、ビルダーさんね、やっていただいてね。そうですね、うん、もちろん FF ヒーターとは違う形の暖房なんですけど、結構面白いと思います、ね、FF ヒーターってやっぱり狭いところですぐに温まるし、はい、で持続するし、うん、で燃焼効率もいいじゃないですか。そうですね、だからすごい好きなんですけど、はい、ネックは乾燥だと思ってて、でどうしても特に K みたいなのとか、うん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 、であと、まあ、ハイエースもそうですけど、はい、どうしても乾燥するじゃないですか。です、ね、冬ってもともと乾燥してるのに、はいはいはい、さらにだから、さらにね、そうなんですよ。 ね、でも床暖ってそういうのがないですね、ないから。そうなんです、エアコンとも違うですし、すごくこう優しい暖房、優しい、いいですね、めちゃくちゃいい。床暖どこまで入ってるんですか。あのね、このシートの下そのまま入ってます。あ、ここ、はい、全部この辺だとね、うん、やっぱり足にも当たるし、うんうん、こういうビスとか打てないんで、あ、打たなくていいところにこう設置してます。なるほど、はい、じゃあ入っているところはこのビスとかが打たなくていいところに限られてるってことですね、はい、そうですね。でも基本的にこの通路というか、これは暖かいというイメージなんですかね、はい、そうですね、やっぱりお尻の下かな、暖かいっていうと、あ、ここが暖かいんだ、はいはい、そこからこう暖かいのが出てくる感じ。床暖だけどここが暖かいってこと。そうですね。あ、そうなんだ、はいはい、すごい。あんまりね、遠く離れているところはその暖かさってないかもしれないけど、この、まあ、最終的にはこの全体を温める、温めちゃうんですか、はい、時間経てば。すごい、はい、で、14、15時間、そうですよね、いけちゃうんですね、はい、で、ちゃんとこうやって見るとカーテンがね、してあるので、はいはい、こんな感じで、はい、ちゃんとプライベート空間を保てるようになってるってことです ね、 ですね。これやっぱりすごい大事ですよね、はいはいはい、で上はね、うん、意外とシンプル、そのままというか、そうですね、そのままですね、シンプルですね、はい、断熱とかはどうなってるんですか。断熱だけ入れてますね。あ、断熱はちゃんと入れてて戻してるっていうことですね、はいはい、そうです。そうするとここの加工値も入る、まあ断熱はするからあれですけど、うんうんうん、新しく貼るよりは安く仕上がるってことですよね、はい、ちょっとコストを落とすためにそれはそのまま使ってますね、うん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 、でもこの
いいですね、この電球、電球じゃないですけど、はい、LED ですね。LED ですね。だいぶ明るいですね。あ、じゃあこれつけてあげると、はい、これ72灯だったかな、LED の。おー、で、こっちとこっちで使い分けっていうか、できるような形。はい、それは、このここに間接照明埋め込んであるんですけどね。へー、ね、そうなんだ。それと連動してますね。おお、はい、間接照明が埋め込んであると。そうですね。わお、いいな、はい、いいな。はい、でここもね、ちゃんとチークというか、あの木目調になっているので、非常にこういうところのバランスがいいなと思います。ね、私が気になるのは収納、いっていいですか？はいはい、どうぞ。はい、収納なんですけど、収納がここにね、もう扉が開いてある状態で、中がね、はい、見えるので、ちゃんとね、中もこう全部貼ってあります。そうですね。で、こちら側にも大きいのが、はい、あ、これいいですね、カチッってなって、はい、ここも大きなのが。で、蓋も閉まるタイプ、ね、はい、全体的にこの木で統一されているのがすごい素敵、その反対側もね、収納庫。あ、本当だ、はいはい、いや、大きい。で、ここでしっかり止まると、で、また収納できると。このハイエースになってくると収納スペースがやはり増えるのがすごいいいですね。あと思い切ってね、引き出し3つつけましたし。あ、ここ、はい、え、ちょっと下から開けよう。いいですか？ちょっと物入ってますけど。物入ってますよ。でもこれから入るってことですよ。そうですね。逆に言えば。はい。おー。そしてここも。すごい。結構ね、奥まであります。うん。すごいすごい。で、このね、ステージ21なのか、これが特徴。うん、そうですね。簡単にそうそう開くようになる。はい。はい。そして、ここ下は何ですかね。あ、下はちょっとした物入れかな。そうですね、はい、では空間あるのでちょっとした物入れとしてしっかり使えるような感じになってます。はい、はい、で、こっちのスペースは何ですか？そっちはですね、電気関係かな。うん、あのね、下は電気関係ですね。あ、こっちの下は下の2つが電気関係になってますね。上は物を置くようになってますね。はい、これだけですね。ですね、はい、作業するここが結局キッチンってことでいいんですか？そうですね、キッチンですね。はい、でね、はい、私165センチなんですけど、はい、やっぱり直では立てない。ああ、そうですね、うん、だけど、はい、なんだろう、ここまで立てるから着替えとか、あのキッチンで作業するにはね、ちょっとこう膝を曲げてあげれば全然 OK ですし、はい、広く使えるってとかすごいいいです。でね、私超気に入ったのがこの冷蔵庫。普通キャンピングカーでハイエースでこのクラスの冷蔵庫はついてない。あのね、なん、どうしたんですか？ごめんなさい、実はね、はい、これ数年前にうち仕入れてたんです。はい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 、それでこれを作るにあたって、うん、この冷蔵庫を採用しようって言って、うん、あの家具を作ってつけたんですが、うん、メーカーさんに問い合わせたらこの冷蔵庫廃盤になっちゃったって言われて、85リッターですけどね。そうなんだ。それで、あの、やもなくね、うん、実際に車には65リッターを入れることにしました。あ、65リッター。だから20リッターだから、ここぐらいかな。え、そのくらいですね。ね、この、ちょうど表冷機のところかな、はい、なるぐらいのサイズ。でも、それでもね、大きめ。残念ながら。残念ながら。いや、だってこれ私も今目キランってしちゃいましたもん。すごい、見たことないと思って、はい。で、ここはね、電子レンジですね。そうですね。はあ、電子レンジもしっかり使えるワット数があると、はい、そうですね。この電子レンジの下もあれですかね、電気関係なんですかね。そうですね、そこも電気ですね。埋まってる感じですね、はい、で後ろにね、ちゃんとこう、100ボルトの普通の、はい、差し込み口が2つあって、はい、あと電気関係、はい、ここは USB とかかな、うん、USB と普通のシガーソケットですね。あ、こっちシガーソケットで、ね、こっちが USB。 そうですね、はい、はい、で一番右に白い四角になりますでしょ。これ気になりました。それが床暖房のコントローラー。ああ、そうなんだ、はい、ここに床暖がいるんだ。そうなんですね、嬉しい、うん、ここで操作すると床暖が使えるようになります。そうですね、ってことですね。あとね、こちら今電気ついてないですけど電気ですか？あのね、それは車検用の、そこで160センチ取ってるんで。あ、なるほど、ね、はいはい、あ、そういう掘ってある部分に、ね、はい、そうなんですね。失礼しました。はい、はい、わかりました。あとはね、ベンチレーターがここにバジーンってついてて。あ、そうですね、ベンチレーターあるとね、ちゃんと換気ができるの で、 そうです、ね、非常に、はい、あの結露しにくくなっていいです。それと、20インチのモニターここ入れてます。あ、本当だ、はいはい、テレビが見れるんじゃないですか。で、ナビと連動にしてますね。あ、
じゃあナビの方で、はい、これはあの普通の、パナソニックの、あ、そうなんですね、はい、フルセグのナビ入れてますけど、一応あの連動して、あのじゃあそっちで止まって止まってる時はサブバッテリーで動くようにしてある。お、はい、じゃあここの、パナソニックのナビでこっちが映ると、はい、そうです、そうです、すごい、はい、いいですね、はい、わ便利だから、ここでゆっくりくつろげながら見ることができて、そうですね、いいですね、はい、乗車定員は、はい、6名ですね、6名、ここに3名取って、はいはいはい、で前が真ん中もシートが出るんで、前3人ですね、6名になってます。すごいすごい。あと就寝定員はここで2名ですね、ダブルベッドぐらいのサイズあるんですけど、そうですね、はい、あとね、後ろのあそこにこうちょっとベッド、はい、子供用のベッドを渡すとね、ああ、じゃあこの作業台の上にベッドを渡してあげると、はい、140センチぐらいまでのお子様だったら、はい、あ、大丈夫ですね、寝れるってことですね、はいはいはい、2人ぐらいいけそうですね、お子様だったらね、子供2人ってことですね、そうですね、あとは本当にもう大人がね、うん、ご夫婦とかでしっかり自分たちのプライベート空間として移動するっていうのは、ね、うん、最適ですね、そうですね、うん、じゃあちょっとあのベッド展開を、はい、いきますか、ちょっとこれテーブルどけときますね、はい、これをね、はい、こう引いていただいて、はい、はい、よいしょ、それで、でこれをお辞儀させて、それで、あ、これをここに入り口にやってると、はい、これがベッドですね、早い、はい、もうねあっという間でした、社長にちょっと手伝ってもらいましたけど、ここね私165センチなんですけども、はい、余裕です、上も余ってるし下も余ってる状態で寝れます。なんかすごいあのね、なんか草原の中で寝てるみたいで気持ちいい。いやーすごいいいな。そしてここに座っても頭がやっぱりハイルーフになってるので使わないんですよ。でこの高さがかなりあるからすっごい広く感じます。大人2人が余裕で寝れます。多分ねお子さんとか真ん中にね来たら全然、そうですね、うん、104ってあるから、うん、まあちっちゃい子とかだったら全然移動して楽しくできるなって感じがしますね。すごい。収納ってこれで全部でしたっけ。そうですね、これで全部ですね。ここにまあ下駄箱ありますけど、あ、下駄箱、はいはいはい、わーい。あれどっか椅子の下が収納になってませんでしたっけ。このごめんなさい、この下は収納になります。ちょっとごめんなさいね。よろしいですか、これ上げてみて、はい、ちょっときついかな。よいしょ、この下が全部収納になるね。なるほど、はいはい、この下がね収納になるので、はい、この2つ分ですね。そうですね、せーの、ほで、ここが本当にしっかり収納スペースになると、はい、だから流れ物とかもね入れられるかな、ね、結構入りますよね、いろいろね、うん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 、オプションでエアコンを設定してます。あ、そっか、はい、最近やっぱり夏暑いから、そうですね、あれですね、うん、ただエアコンの機種がねまだ何つけるって決まってないんですよ。あ、そうなんですね、これからなんですね、うん、そうです、最近出てる 12V のタイプもお値段高いんで、うんうん、あんまりね、だから今ちょっとねうちでまだ日本に入ってきてないのを探してます。うわすごい、探してます。それつけるとだいぶ安くなるかもしれないし、わお、うん、そしたら通常の、今の鉛バッテリー2個入ってますけど、はい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 、それをリチウムイオンバッテリー2個にして、はい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 、それでエアコン回すと、おの形だとちょうど、400アンペアになるんで、うんうんうん、相当なパワー出ると思いますね。そしたら夏の暑いところでも、うん、うん、ですね、あとはエアコン次第でね、うん、できたら 12V 仕様のエアコンを今ちょっと探している最中です、うんうん、おー、はい、楽しみですね。そうですね、夏に向けてなければね、あの既製品になっちゃうんですけど、ただどうしても納得いく値段でできない。安くしたいんで。さすがすごい。いやいやいや、他のソーラーとか、はい、もちろんその電気関係のものとかは全部
標準でついてくる。標準です。あ、標準です。ですよね。ナビも標準です。だからすごい伺いたかったんですけど、なんでそんなに標準でつけるんですか、はい、って思って、結構サッシャさんって、うん、やっぱりお客様に選んでもらうタイプが多いと思うんですよ。僕のこう独断と偏見で、はい、キャンピングカーだったらこれは絶対つけなきゃいけないよねっていうのを標準にしてます。すごい、はい、だからとりあえず、まあ、それ標準ついてればすぐ乗り出して、そうですね、いけるよっていうところまで。よくね、断熱材もオプションとかね、ちょっと考えられないですね。うん、そうです、断熱してほしいですね。ねえ、それじゃあ車中泊できないですよね。そうなんですよ、うん、そっか、そういう意味で、まあ、お客様の中にはね、うんうん、これいらないんだけどっていう方もいらっしゃるんですよ。あ、実際はそうですよ、ね、その時は、うん、レッサーしていただいてます。はい、はい、そっかそっかそっか、もう独断と偏見ですこれは。おー、はい、いいですね。はい、あとでもいつも拝見してるシンクが見当たらなかったんですけど、うん、シンクなかったですか？一番奥にね、一応こっそりとこっそりとシンクがちょっとまだちょっと工事中のシンクがね、そこに入ってますね。あ、そうなんですね、はい、開けていいですか？丸い可愛いのが入ってますんで。あ、これか。あ、すごい、へえ、本当だ、ね、ちょっと工事中でごめんなさい。工事中なんですけども、シンク、はい、分かりました。でね、私の手入れるとこんくらいだから、で、ね、深さが結構あるから使いやすそうです。浅いとね、あれですけど、これを使えるようにするそうです。みるみるランド、はい、こんな感じで、新しくできたステージ21さんのレグラス、はい、オクテヤブリのハイエースということで、はいはい、教えていただきました。これはどういう方のため、はい、どういう方に人気ありそうですか？これから出すから分かんないですけど、そうですね、多分ね、うん、そうだな、家族連れの方かな、うん、もしくは、うん、一人とかご夫婦でも、うんうん、割とこのサイズ扱いやすいんですよね、ハイエースでも。そう、ハイエースでね、ナローだから余計ね、うん、ですよね。そうなんです、やっぱりロングになるとちょっとね、運転も結構気使うかなと思うんですけど、うん、ナローは割といけちゃいます、ね、私でも。結構ね、長距離で旅なさる方にも合ってるかなって気がしますね、うんうんうん、はい、ということで、気になる方はぜひステージ21さんの方にお問い合わせしてみてください、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。